こんばんは。今日からスタートの番組、素敵なインディーズアーティストです。パーソナリティを務めさせていただきます、シャンクス山内と申します。よろしくお願いします。私は普段アーティストを応援する仕事をしております。メンタル面でアーティストさんのサポートをしていて、心に寄り添ったり、背中を押す仕事をしております。さて、番組で今日第1回目に登場していただく素敵なアーティストは、シンガーソングライターの清水若菜さんです。清水さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。清水若菜さんは埼玉県所沢市出身のシンガーソングライターです。アコースティックギターの弾き語りをされていて、バラードなどたくさんの素敵な曲を書いています。そしてショールームで配信を400日以上毎日続けてこられ、ファンもたくさん増えたアーティストさんです。それでは清水さん、自己紹介をお願いいたします。はい、こんばんは。改めまして清水若菜と申します。目の前の方に元気勇気をお届けしたい、そんな思いで歌を歌っております。歌って生きるウルトラソウル、清水若菜です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。素敵なアーティストですね、本当にいつもありがとうございます今日はね、山さんの初、この番組で、初ゲスト、とても嬉しいです。ありがとうございます。もうやはり他ならぬ清水若菜さんにこそお声掛けしたいと思って、ね、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。それではこれから清水さんにいろいろお話を伺いたいと思います。はいはい、まず清水さんが音楽と出会って感動したのはいつ頃で、どんな思い出がありますか？はい、感動したのはですね、19の頃に初めて、音楽活動を始めたんですけれども、はい、初めて、ギターを始めて、オリジナル曲ができた時が、はい、すごく、自分のその思いが歌になるっていうのがすごく嬉しくて、はい、感動的な出来事でしたね。ああ、そうですか、はい、なるほど。その、はい、ギターをやるきっかけみたいなのっていうのはあったんですか？はい、当時バンドが組みたくて、はい、専門学校ボーカル科で行かせていただいたんですけれども。そうですか。ちょっとバンドをなかなか組めずに、でもちょっとすぐにもう活動始めたいと思って、はい、先にもうすぐライブが決まりまして、学校の先輩に誘われたライブが決まって、でそれに向けてじゃあもうオリジナル曲作ろうって、結構最初からギターも、はい、すぐ始めてオリジナル曲を、はい、作ろうっていうふうに思って、その当時ちょっと学校でできた友達が、はい、すごく親切にずっと教えてくれて、はい、初の夢のオリジナル曲が、完成したんですけど、本当に自分のこの思いが歌になった、メロディーになったっていうのがすごく嬉しくて、はい、初めての感動した出来事かなと思います。はい、そうですか。そうですよね、はい、自分のこう思いが歌になる、はい、それがこう、ね、曲としてできて、はい、他の人にも聴いてもらえるっていうことは素晴らしいことですよね。はい、そうですか。それで本当にシンガーソングライターになろうと決めたのは、はい、こうどんなきっかけですか？きっかけは安室奈美恵さんです。そうなんですか。はい、へえ。小5ぐらいの頃ですね、はい、安室奈美恵さんにすごく強い衝撃を受けて、はい、うわめっちゃかっこいい、あこんな楽しいことあるんだっていう、こう自分の心になんかこう衝撃と衝動をくれたのが安室奈美恵さんで、その時にもう歌手になるって自分で決めましたね。あ、そうですか、はい、もう目標が明確にあったわけですね。はい、そうなんですね。素敵ですね。やっぱりそういう子供の頃からの思いを、はい、実現されている清水若菜さん、はい、本当に素敵だと思います。ありがとうございますもう私はファンとしてですね、はい、清水若菜さんもう前から拝見させていただいてるんですけれども、はい、ありがとうございます。特にこうすごいなって思いますのは、はい、配信アプリのショールーム、はい、ね、こちらを毎日400日以上、はい、コロナの前からですね。あ、そうですね、はい、スタートして続けてこられてきたということですね、はいはい、本当に素晴らしいと思います、はい、ありがとうございます。忙しい中でですね、はい、そしてまた疲れてる日もあったと思いますけれども、はい、ここまで続けてこられた秘訣というのは何でしょうか？はい、そうですね、やっぱりまず自分で毎日
あの歌うっていうふうに決めて365日は絶対続けようっていうふうに決めたので、はいはい、それを達成したいっていう目標があったので、はい、まず一つと、はい、あとまあ二つ目はですね、こうやっぱり一人でも多くの人に聞いてほしくて自分を知ってもらいたいという思いがあって、はい、最初はなかなかね、コメントがもちろんない時とかも全然あったんですけど、うん、だんだんこう聞いてくれる人とかが少しずつ増えてきて、はい、もう本当にそれがもうめちゃくちゃ嬉しくて、いろいろリクエストいただいたりとか、はい、いろんなこうツッコミをコメントでくださったりとか、うん、そういうやり取りが嬉しくて、はい、本当にこういつもこう待っててくれたりとか応援してくださる方がいらっしゃったので、本当にそれが嬉しくて、そこに支えられて毎日続けられたなというふうに思います。はい、ああそうですか。実際私も、まあ、毎日とは言いませんけど、はい、結構結構来てくださいましたよね。ありがとうございます。嬉しかったですよ。本当にいつもこうファンの方でコミュニティみたいな感じでできていて、はい、こうみんながこう知り合いで盛り上げてる、はい、清水若菜さんを盛り上げてるって、そういう感じがこうすごくこうあったかいムードを作ってましたよね。あったかかったですね。あったかいんですよ本当に。もう私もね、こういつも応援してくださる方本当にあったかくて、はい、すごくまたその、ね、みんなでこうやり取りするのもまた面白かったりとかして、うん、すごく自分のもうルーティーンになっていたなというふうに思います、はい、本当に、はい、ね、ちなみにもう疲れて、あ、今日はやめようかって思ったこととかなかったですか？まあやっぱり疲れちゃったなっていう日は全然あるんですけど、配信する前とかに、はい、まああるんですけど、はい、もうやるって決めてるのでやるっていうシンプルな感じです。でやるとやっぱりそこでいろいろコメントとかで、はい、またいつも通りこう元気をいただいたりとか、自分もこう、はい、歌ってそうですね、楽しく配信やらせていただけてたので、はい、本当に感謝してますね。はい、しいですよね。本当にいろんなアーティストさん、私も拝見してるんですけど、はい、400日以上毎日必ず続けてきたっていう方は、はい、清水若菜さん以外ちょっと見たことがないです。ありがとうございます。本当にすごい意志の力すごい感じます。さすがです。ありがとうございます。で、清水さんの歌はたくさん聴かせていただいてますが、はい、本当にこう素敵な曲を毎月のように、はい、書いていらっしゃってですね、はい、こうバラードとか、はい、本当に素敵だと思うんですけども、はい、どんな時にこうインスピレーションが降りてきて曲ができたりするんでしょうか？はい、そうですね、結構、まあ、日常的にやっぱりいろいろこう思いつく時はありまして、はい、なんかこうちょっと動いてたりとか歩いてたりとかしつつ、はい、ちょっとぼーっとしてる時が意外と一番なんか多くこうなんかちょっとこうフレーズが思いついたりとかっていうのはありますね。ああそうですか。はい、ちなみに作曲と作詞とどちらが先にできるもんなんですか？はい、もう同時ですね。あ、同時にできる、はい、素晴らしいですね。私はこうなんか一個フレーズ、まあ、サビでも A メロでも、はい、まあ、なんかギターのフレーズでもなんかフレーズが降りてきてそれを膨らましたりとか、はい、あと自分でもちろん意図的に作ることもいっぱいあるので、はい、もう去年とか毎月曲書くって決めて書いてたので、はいはいはい、意図的に作るときとかは、まあ、とにかくギター弾いていろいろ自分で、あ、これいいなっていうのを思いついたらそこからそれを活かして作っていこうっていう感じで、はい、でもどちらかというとメロディーですかね。メロディーと歌詞と同時で作っていくことが多いんですけど、はい、どちらかというとメロディーの方が優先っていうかこう大事を置いてますね。あ、そうでしたか。はい、なるほど。本当に清水さん素晴らしい曲を毎月毎月本当発表されててすごいなっていうふうに感じました。ありがとうございます。ファンの間でももう本当に人気でありがたかったです。はい、ありがとうございます。で、清水さんが今まで活動されてきた中でですね、はい、まあ、コロナもあったと思いますけど、大変だったことって何でしょうか？大変だったことはですね、
2015年の11月5日に初全国リリースミニアルバムを発売させていただいて、はい、でそれで5ヶ月で1000万完売しようという目標を決めて、はい、毎日路上ライブを本当にやっていたんですけど、その5ヶ月、はいはい、その時ちょうど冬に差し掛かっちゃったっていうのもあって、はい、でかつ結構路上の規制も厳しかったりとかで、はい、ちょっとその時が、なかなか寒さと、はい、あとやっぱりこう自分がなかなか、ね、泊まってもらえなかったりとか、はい、CD をそんなにゲットしてもらえないことも結構全然やっぱり多かったりして、はい、そうですね、その時はすごくやっぱ自分の力不足ももちろん感じつつ、はい、なんか大変だな、大変だなっていうか、まあ、そうですね、その時ちょっと辛いなみたいな思ったことはありましたけど、まあ、今となればいい経験だったなっていうふうに思ってます、はい、そうですか、はい、まあ、多分その当時にファンになってくれた人っていうのは本当に今もコアなファンになってるんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、だと嬉しいですね実際そういう話も聞いてますんでですね、はい、多分そういうご苦労があったからこそそのコアなファンができてきたのかなっていうふうに感じましたですね、ありがとうございます、はい、ではその他にこう大変だったことってありますか？はい、そうですね、去年の、10月ぐらいから、はい、新しくね、パソコンをやっとパソコン持ってなかったんですよ前持ってたノートパソコン壊れちゃってから、そうなんですね、ずっと持ってなくて、はい、まあ、やっとついにね、あっちもパソコンを買って、はい、でそれとともにDTM っていう、あ、はいはい、いろいろ録音できるなんかソフトとか、はい、あといろいろコンデンサーマイクとか、はい、あとなんと新しいエレキも買っちゃったりとか、結構ね、気づけばいろいろね、お買い物して、はい、で配信環境をね、もっと、はい、いい音で、気持ちがいい、はい、居心地のいい環境で、音でお届けしようと思って揃えたんですけど、はい、なかなかその機材のセッティングとか、はい、接続とかやり方がだいぶ苦戦しました、はい、はい、そうなんですね、そうなんです、それだけのやっぱりこだわりを持って音作りをされているということですね、はい、うん、はい、なんかそうですね、あんまりやっぱりそういうのが得意じゃなかったので、まあでもそれがね、うん、だんだんいろいろと使ってちょっとずつできるようになってきたので、はい、すごく嬉しいのと、あとその YouTube のね、投稿を、はい、今年はいっぱいやっていこうっていうふうに決めてるので、はい、そのいろいろ DTM とかを使ってですね、はい、すごくベストな音と、まあ、ちょっと簡単なミュージックビデオみたいなのを、うん、たくさん上げていきたいなと思ってますので、はい、皆様どうぞお楽しみにそうですね、楽しみですね、はい、もういつか YouTube の方も、ね、はい、上がってるの拝見しましたけども、はい、とても素敵な内容ですので、はい、これからも楽しみにしてますね、よろしくお願いします、ありがとうございます。あとその、はい、清水さんがこう、はい、ご自身の音楽を通じて伝えたいメッセージとかってどんなメッセージでしょうか？はい、伝えたいメッセージですね、まあ、改めて何だろうと考えてみたんですけど、まあ、やっぱり、はい、楽しい気持ちですかね、うん、楽しいっていう気持ちと、はい、あと音楽聴いてて、はい、すごく心を、まあ、解放してもらったりとかリラックスしてもらったりとか、そういう気持ちになってもらえたらそういいなっていうふうに思ってます。はい、そうですか、はい、本当にこう清水さんの歌聞いてて思うんですけど、はい、お疲れ様ソングとかね、はい、今日もお疲れ様で始まる、はい、素敵なこう癒されるメッセージをいただいたり、ね、ありがとうございます。それからラブですね。ラブ、ありがとうございます。いつもショールームで一番最後にね、はい、演奏されるんですけど、はい、オリジナル曲で本当に素敵な曲ですね、はい。ありがとうございます。こういうふうにこうなんていうんですかね、人にこう元気と癒しを届けるようなそんなメッセージをファンとしては受け取ってるんですけども。ありがとうございます。
嬉しいです。あと思い出したんですけど、はい、自由ですね。もう自分がめちゃくちゃ自由な人間で、もうどこまでも自由に生きていきたいと思ってるんで、はい、そのさっきみたいな解放、心気持ちを解放してもらう気分とか、はいはいはい、すごくもう自由に好き勝手やっちゃえばいいじゃんみたいな、そういうやっぱり最終的に楽しいっていうところにつながるんですけど、なんかそういうのを伝えていきたいなっていうふうに思います。はい、本当に何て言いますかね、こう若菜さんの曲って詞もすごくこう凝ってるっていうか、はい、こうよく考えて作っていらっしゃるような感じを受けるんですか、はい、ありがとうございます。やっぱりそのメッセージに込めていらっしゃる感じですか、はい、そうですね、込めてます。込めてます、はい、そうですね、先ほどその、はい、曲と詩と同時にできるとおっしゃいましたけども、はいはい、まあ、普段からそういうふうにこう言葉の感覚を磨いていらっしゃるのかなっていうふうに感じましたですね。言葉もね、はい、なんかいろんな伝え方またどんどん引き出し増やせていったらいいなっていうふうにも思ってます、はい、なるほど、はい、そんな素敵なメッセージを受け取ってますんで、ね、ありがとうございます。逆に今までその活動されてきて、はい、一番嬉しかったことって何でしょうか。はい、嬉しかったことはまさに今の話からつながるんですけど、はい、結構その5ヶ月間の間で東京以外にも静岡とか愛知とか、はい、関西とかあと岡山とかいろいろ遠征ライブも行かせていただいたんですけども、はい、その時にですね、静岡県の沼津駅っていう駅に初めて行った時に、はい、なかなかこう人が一駅ずつ毎日やってて、はい、止まらなかった中で沼津駅は唯一めちゃくちゃ結構人がその当時止まってくれて、はい、CD もいっぱい羽ばたいてくれて、はい、もうめちゃくちゃ嬉しかったなっていう思い出があります。そうですか。、はい、今も確かに沼津のファンっていらっしゃいますもんね。沼津の、ね、方で、はい、お知らせって方もいらっしゃいますね。本当になんかもう冬の寒さも増して、はい、本当に人の温かみめっちゃ感じて嬉しかったなっていう、ちょっとこう、うん、そう感動的な嬉しい思い出ですね。あ、はい、そうですか、はい、ちなみにちょっと素人質問なんですけど、はい、なぜこう静岡県を選んだんですか。なんかその時に、まあ、まさにこの今日川越ですけど、はい、川越で路上ライブ、そうだ当時、そうだ当時その時川越で路上ライブもやってた時期ですね、その路上ライブ、はい、遠征に行く前、はい、でその時に川越の路上ライブで出会った、ま、仲間の方に、はい、なんか静岡が路上の聖地だよって本当ですか、言ってる方がいて、あ、そうなんだ、じゃあ静岡にしようと思って、はい、静岡県を目標に一駅ずつ、いろんな、なんか熱海とか本厚木とか、はい、いろんな駅行ったんですけど、清水、清水、あれ清水駅とか行って、そのうちの、ま、沼津も行かせていただいたっていう感じです。ああそうですか、はい、そうですか。あともう本当、はい、やっぱり、はい、本当に毎日、はい、一番やっぱ嬉しいのはやっぱ自分 の歌を歌うことによって、はい、もちろん配信でコメントいただいたりとか、はい、SNS とかでももちろんライブで直で、はい、声かけいただいたりとか、はい、例えばもうライブに来てくれることとか、はい、自分が音楽を発信したことによって、はい、こうなんか嬉しいレスポンスとかリアクションいただけるのは、うん、やっぱりもう、いつでも嬉しいです。これが何よりです。本当に、これが一番私の人生の中で嬉しいことに間違いないなって感じです。はい、なるほど、はい、まあ、確かにあれですよね、ショールームの、コミュニティといいますかね、いつものメンバー本当にこう清水若菜さんからこう元気をもらって、はい、さらにそれをこう返しているといいますかね、はい、応援の気持ちをこう、はい、コメントで伝えているというのを感じられますよね。嬉しいんですよ、本当にそれが私のエネルギーになってますね。歌うまたパワーに変わってます。はい、そうですね、まあ、本当みんな温かい人が多いことをショールームで感じますんですね、はい、ルーム楽しいですね。感じます。はい、はい、ではこれから先の話なんですけれども、はいはい、清水さんの将来の目標って何でしょうか。はい、将来の目標はやっぱり世界進出です。おお、そうですか。はい、そうですか。はい、なるほど。
どんな海外にも、はい、力パワーをね、お届けできる、はい、ボーカリストになりたいですね。はい、なるほど、はい。まあ、ぶっちゃけ去年行く予定がありましたね。そうですね、残念ながら、はい、ベトナムにね初めて歌いに行けるっていうので、ちょうどコロナに差し掛かっちゃって残念ながら行けなかったんですが、はい、でしたね。コロナがなければおそらく間違いなく行って成功してたと思いますんで。そうですね、あれはちょうどアレンジさせていただいたイベントでもあったのでですね、はい、あれは本当にコロナがなければっていうところも。本当ですよね、残念です。まあ、でも本当にね、まあ、今、まあ、このコロナの時期にいろいろとすごく自分のこのパワーアップするためにできることがすごくいっぱいあるなと思ってるので、はい、ちょっとねまた配信とか、あとまあ動画をね今年はたくさん上げていこうと思ってるので、はい、力を蓄えておいて、いつでも世界に行けるように準備はしておきたいなと思ってます。素晴らしいです。まあ、コロナが落ち着いたら、はい、やがてあれですよね、はい、海外との行き来ができるようになれば、はい、またチャンスは来ると思いますので、はい、その時は案件があればご紹介させていただきます。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、そうですね、本当に清水さん動画も結構YouTube とかで、はい、撮られていて、はい、すごくこう、なんて言いますかね、すごくこう感動するような曲がたくさんあるんですね、はい、ありがとうございます。本当にこう見てて飽きないと言いますかね。ありがとうございます。素晴らしいですね。ありがとうございます。ではあと清水さん の今後のライブ予定とか、はい、活動予定についてお聞かせください。はい、今後のライブがですね、今1本決まってまして、3月14日の日曜日に、はい、北戸田かごやきゅうちゃんという素敵なカフェで、うまさ100倍若菜のもっちりつるっこ太いうどんライブパート3オンタイム、若菜に会いに来てバレンタインデーキス、アコースティック生歌スペシャルランチューライブ開催しまーす。ありがとうございます。そうなんですよね、はい、3月14日の、まあ、ワンマンライブですよね、はい、こちらは北戸田、埼玉県北戸田の、はい、かごやきゅうちゃんというお店から、はい、ライブされるということで、はい、会場も行けるし配信もありということ、はい、もう会場はもう、もう満席でしたか。そうですね、ちょっとおかげさまでソールドアウトなんですけれども。なるほどなるほど。この日なんと、はい、YouTube の配信ライブやります。なのでぜひね会場に来ていただける方は会場で一緒に楽しんで、はい、でそうでない方はぜひねお気軽にボタン1個で、はい、若菜見れますので、ぜひね YouTube 配信の方からぜひ一緒に楽しめたら嬉しいなと思ってます。素晴らしいです、はい、かぐやきゅうちゃんさんもよくあれですよね、ショールームのルームに来てくださって、はい、ファンの方ですもんね、はい、はい、とっても素敵な本当に姉妹でやってるカフェで本当にハンバーグでもパンケーキでも何でも美味しいで、売りはそうだサイフォンコーヒーなんですね。あ、なるほど。とてもこだわったサイフォンコーヒーがすごく美味しい素敵なお店なのでね、ぜひ普通にお店にも皆さん遊びに行っていただけたらなと思います。はい、あとあれですよね、うどんがありましたよね。はい、この日は私もそうなんです、オリジナルグッズの、はい、所沢出身なんですが、所沢の三上製麺さんというおうどん屋さん のうどんで、若菜のうまさ100倍若菜のもっちりつるこ太いうどんっていう、うどん乾麺を、グッズ販売してまして、この日はうどんを使った、うどんが美味しく、店長のシェフがキューちゃんのシェフが作ってくれるライブになってます。はい、はい、楽しみですね。私も行かせていただく予定です。ぜひお待ちします。でこの日はアコースティック生歌スペシャルランチということで、はい、この日はもう機材も使わずに、はい、アコースティックギター1本で若菜の生歌を皆さんにお楽しみいただけるというスペシャルランチライブになってます、はい、なるほどなるほど。楽しみですね。はい、まあ、12時オープンの1時スタートなんで、配信の方はまあ1時前後からさせていただくと思うんですけれども、はいはい、であとこの日もう一つ若菜がね和装させていただきます。そうなんですか。はい、そうなんですね。知らなかったですか。あ、すいません。そうでしたか。全然ですけども、
ですか、はい、まあ、そうさせていただいて、なんとね、あの2回もお着替えもしちゃいますん で、うん、あ、そうですか、ぜひね、そちらの和の若菜も一緒に若菜の歌とお楽しみいただけたら嬉しいなと思ってますので、うん、はい、待ってますよ待ってるよはい、待ってます。あの若菜さんのワンマンライブ、あの何回か行かせていただいたことあるんですけど、本当に楽しくてですね、はい、こうあのご本人がいつもおっしゃってますけど、元気をあのくださる方なの で、 です、ね、本当に行くと元気になります。ありがとうございます。北戸田かぐやきゅうちゃんさんですかね、はい、皆さん応援お待ちしてます。楽しみにしております。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、あともう一個今後の活動のことを話していいですか。はい、あ、はい、どうぞ。あの今後の活動ですね、先ほどもお話ししたあの YouTube の方をですね、もう2月からちょこちょこと、はい、動画上げてるんですが、はい、あの投稿ね、まあ、できれば週1ぐらいのペースで1本ずつ、うん、はい、まあ、自分の歌を中心にあの上げていけたらいいなというふうに思ってまして、はい、YouTube 投稿をね、今年は力を入れてやってきますので、ぜひ皆様あのチャンネル登録者数1万人達成を目指しておりますぜひ皆様、清水若菜の YouTube チェック、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そうですね、これから楽しみですね、本当に。はい、それではあのこの後の番組でですね、はい、あのその清水若菜さんの素敵な曲を、はい、あの、はい、聞きたいと思いますので、はい、この後演奏よろしくお願いいたします。はい、今日はじゃあインタビューどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも失礼いたします。